常にいい準備をし続ける努力とその能力を持っているというんですかね。はい。もうそれに準備の、賜物っていうふうに僕は捉えていて、それは、まあ、体のケアからトレーニング前の準備、トレーニング中の自分の体、まあ、心もそうですけど、の準備、すべてのその努力がこう詰まった選手というふうに僕は捉えていて、はい。そこが彼の強みの一つだなというところですね。